ガラス張りの家にしよう。すぐ割っちゃいそう、祭り。みんな学校のガラスとか割った時ある？はぁ、あ、ちなみに祭りは1回だけあるな。中学生の頃、移動教室があったわけよ。で、移動教室の時に男の子が行けるの祭りとか言って扉を閉めてきたわけ、教室のね。あ、待ってって言って扉パンってね、開けようとしたというか押さえようとしたわけ。そしたら割れた扉がピシって。衝撃的だった。あ、ゴリラになったのかと思ったもん、自分が。でもね、先生に説明したらね、祭りじゃなくて男の子が怒られてたよ。あ、怪我はなかった、大丈夫だったよ。なんかふざけて扉を閉めないことみたいな。祭りもちょっと強すぎたかもしれないけど、この世のものは弱すぎる。祭りちゃんにビンタされたらやばいわ。うちさ、演劇部でさ、役やった時にさ、なんか最低って言ってビンタするっていう役があったわけよ。もういっちゃん楽しかった。今までやった中で一番楽しかった。男の子をねビンタするんだけど、その本番の時に、本番でお客さんが入ってる時に最低パチンってやったら、お客さんがいたって言ってた。ガチでビンタしたの？うん、ガチビンタした。お客さんがびっくりして痛がっちゃってた、うん、全然お客さんのことは叩いてないのになと思って。僕なら嬉しいんですけどね。ド M か？ビンタされて嬉しいって感覚ないな。顔はやめてほしいな。まつりちゃんの手を心配したのでは、お客さんがやばすぎでしょ。かわいそうやし。じゃあ地下に行くか。合言葉は飛び切り